のいれば調子がいいよ、外してみせる、やめてくれ。買ってやった金のネックレス、シワの中35万、自慢のカツラ後ろ前だよ。ファンデーション3日でなくなるほど塗って、どこへ行く、でもに行くのさ、年金あげろ。サンバサンバ、これからサンバ、サンバサンバ、これからサンバ、サンバ。俺の苦労わかるかな、わかんねえだろうな。さあ始まりました、千歳と歩きたい千住、お元気ですか。やっほー、やっほー、こんにちは。いや今日はいい天気ですね。何か今年は雨が多くてね、夏なんか何か雨に打たれちゃってね、あと秋もまた雨でね、台風もあったしね、本当に大変。まあ、最近はテレビでは何か騒いでますけど、9人の何かにね、魂をすごいことやってくれた人がいますね。まあ大変ひどい人間もいますけど、私たちも一生懸命頑張ってますから、私たちもよろしくお願いします。今日は分かるかな、分かんねえだろうな、の小学屋千歳です。どうもこんにちは。はい、いよいよ寒くなってきまいりました、うん、なので巻き巻きが好きな私も冬バージョンに買いました。はい、小学屋千代香です。千代香です、はい、そしてお隣は、はい、お隣は、急遽ゲストの川瀬由紀子です。よろしくお願いします。川瀬由紀子さんです。よろしくお願いします。そしてはい、こんにちは。今日も、福島県白河市から参りました東しほりです。よろしくお願いいたします。しほりさんです。よろしくどうぞ。お隣が、はい、お隣は何ですか。はい、江東区大島から参りました、うん、細川地方州です。今日は初めてなのでどうぞよろしくお願いいたします。イエーイ、よくできましたね。お塩さんは踊りの先生でね、はい、もう踊りは何年ぐらいやってる。あ、もう私はね30年ぐらいやってます。あら、まあ、はい、今もうご自分の、はい、何流って言うんですか。細川流でございます。細川流ですね。しおりさんのどういう関係になるんですか。はい、おばでございます。おばさん、あ、そうですか。今日よろしくお願いいたします。うん、東京に住んでいらっしゃるの。私は、うん、はい、東京どちらですか。江東区。江東区、はい、あら、江東区、あ、そうですか。この間江東区の公園がありましてね、はいはい、あそこの木場の公園で、うん、そうそうそう、前の日は江東区民謡連盟で、うん、あ、そうだ、流し踊りをさせていただきました、うん、そう言ってた。そうですか。その後15日がちょうど大江戸みこし祭りとね、はい、ありましてね、今度11月5日に、はい、平和会館、はい、結婚式場で打ち上げパーティーやるからって今電話、ね、来たんです。金でねえけどおいでっていうかでね行きますね。そうですか、はい、今日は しおりさんはおばさんの家に泊まったんですか。はい、そうです。昨日ちょっと、うん、江東区の文化センターで、はい、リハーサルがありまして。何のリハーサル。11月、今月の26日、はいはい、細川流の宗家の追悼コンサート三回忌のコンサート。はい、あー、そうですか。はい、細川の70周年とぶつけて。おー、はい、70周年の経験があるんですね。はい、で踊りをやるんです、今日披露をね。その次に行くの打ち合わせということでね、はい、細川さんも出てらっしゃるんですね。じゃあ、はい、
ちょっと私もちょっと頑張って、ええ、私たちの師匠だったもので今フルにこの体力で頑張っておりますので案外しぶといからね、よろしくね頑張ります、ね、頑張ってくださいね、はいはい、今日は本当にありがとうございます。ね、えそうですか、はい、今日はねいろんなゲストが来るなんて言ってたんだけど、みんなアメフトさんで字固まってアメフトさんなんだけど来なかったね今日。間違ったのが日にちね、さくらと千歳で昭和カリスキを 歌ってまいりますから、それちょっと聞いてください。負けた、いいえ世間に負けた、この街も終われた、いっそきれいにしよう、歌でね、昭和の名曲ですよね。でもね、昭和カレス好き、さくらさんがちょうどねコンビ別れちゃって一人になっちゃった。それで僕と会ってね、お兄さんレコード入れてたらいいよって言ったら、違う曲かったら昭和カレス好きで、どうしたんだってことになったの。それで入れてあげたんですよ、うん、だからあんまりどうですかね、聞いて本当に懐かしいんだけどね、懐かしいですね。あんまり僕は演歌を歌ったことないんだけど歌ったんですけどね、そういうわけでね、思い出がたくさんです ね、 そうですね、名曲ですよ ね、 ね。さあ今日のゲストの方はなんかいろいろあるけど、ね、どちらから見えたと、ね、なんとか今日はそうですね、その前に、うん、その前にのメンバーの紹介をよろしいでしょうか。やってください。はい、やんないんだもんね。じゃあ僕やみつこさん振ってくれなくて、はい、ごめんねみっちゃん。じゃあみっちゃんから盛り上がってしまいました。なんか吉本めいげ突っこけ
ちゃいましたけど。はい。せっかく張り切ってメイド風衣装できたのに、ね、みたいな。そうです。メイドさん。でも今日はお手伝いですから、あくまでもね。はい。はい、諸角谷みつこです。みっちゃんです。出しゃばらず、ひっそりと、頑張りまーす。見てますか、皆さん。見てねー。はい。はい、はい、東美穂です。こんにちは、お元気ですか、はい、よろしくお願いします。イエーイ、はい、東美穂のバックダンサーの杉山博恵です。はい、頑張ってます。では今日もよろしくお願いします。イエーイ、イエーイ。今日はこのメンバーでお送りいたします。 なんで、あんたやんなかったんだろう。娘回せへんかったんだろう。ねえ、前だけで終わるわけで、終わっちゃっちゃダメだよ。終わっちゃダメだよ。何やってんだよ本当に。いや、お師匠さんがいらしたからね、今日ついつい盛り上がりましたが、はいはい、今日から11月ですよ。早いですね。寒いですよ。111今日は。あ、そうですか。好きでしょ、そういうゾロ目。好きです。いちいち言うんじゃないってね。そういう言葉が出てきたね。それで、そうですよね、うん、11月といえば、うん、ボージョレ・ヌーボーの解禁日です。あら、まあ、11月のワインですね。うんうん、ワインは飲まれますか。飲みます。飲みます。ワインは飲むんですね。飲みます。何でも何でも飲むんですね。白の方が美味しいよね。白なんですね。うんうん、ボジョレは赤ですかね。うん、ね、なんか決まってるそうですよ。そうですか。11月の第3木曜日なんですって。決まってるって知らなかったですね。ワインってなんか熟成させて 2,3 年かかるから、なんか決まってないんだろうななんて思ってたんですけど ね、うん、ね、びっくりしました。まあ、フランスで取れて日本に持ってきて ね、日本でワイワイ騒いでんだから ね、日本にもたくさんたくさん作ってんですよ。そうですよね。で、今度は日本でも作るって言ってますよね。あ、日本でも作ってあの即売するってこと言ってましたけど、日本はワインが好きでも ね、日本のワインをもっと売ればいいのに、ね、なんでハワイね、うん、フランスから持ってきたそれをね、でも今度はその機械あの メーカーですか、日本に置いてワインを作るって、日本から今度発売するってこと言ってましたね。あ、いいですね、いいですね。うんうん、いいか悪いかそれは分かんないけど、僕たちは関係ねえから、ね、お酒は、お酒はね、お酒はね、うん、そうそう。私もあんまり飲まないですけど、たった一つだけの飲めるものがありますけど、スパークリングワインなんですけどね。それはシュワシュワしてるので飲めるんですけど、どうですか、お飲みになりますか。川瀬さんは何でも飲みます。そんな感じ。そうですね、何でも飲みます。川瀬さんは何でも OK、 強いの。お酒はですね、小松みどりさんに教えていただきました。あら、小松みどりさん、あら、あの人好きなんだやっぱり。お酒大好きですよ。あ、そう。で、焼酎はね、あのさっきの昭和カレーススキのね、作詞家の山田隆夫さんが教えてくださったんですよ。お酒だけ。お酒。その隆夫さんの奥さんの、あの愛さんっていう方がいるんですけど、うん、その方のボイトレで私いつもねお伺いしてたんですよ、お家に。あ、勉強してた。まあ作詞作曲家の勉強なんですけど。あ、そこ行ってプラスアルファ歌も習ってました。うん、あ、山田先生に習ってたんだ。そうですね。でも教えてくれることはね、お酒ですよ。あ、やっぱりな。大体お酒ですね。もうあの、うん、芸能界の作詞家作曲家っていうのはお酒強いもんな。強いですね。あの佐々木真一さんの、ええ、あのなんとか歌がヒットした時も桜田精一先生がいるのよ。うん、あの方ものんべえでね、楽屋でガーって飲んで、舞台で指揮取んなさいとはやらねえんだよ、もう自分たちやんなさい、自分で飲んで、そういう先生がいたね、桜田先生とね。うん、さて、川瀬さんの歌ですか。いきましょう。今日はどうでしょうか。おい、いきなり歌で。何かあるんですか。はい、あの今年の4月にレコーディングをしました先輩 の、うん、あの曲なんですけれども、はいはい、月夜にコラソンという曲。うん、はい、月夜にコラソン。コラソン、はい、コラソンってあのラテン語でコラソンメールでなんとかってあと同じ意味はありますね。コラソンは、まあ、心ですかね。あ、心。うんうん、あ、まあ、月夜に月夜のなんかこうなんていうのかな、こうほっとなんか男の人を思うような、あったかいような、うん、まあ
年を取った時に、うん、旦那さんが亡くなって、うん、それで、私一人ぼっちになったけれども、うん、でもあの情熱をこう若い男となんかこうイチャイチャしたいわみたいな、そういうそういうそういう歌です。そういう歌なんですね。僕は好きです。そういう歌、恋をしたいわ、そういう歌が好きです。そういう感じ、情熱的な、じゃあ情熱的な歌を、うん、そうです、お聞きしましょう。はい、聞いてください。川瀬ゆき子さんで月夜にコラソンです。人間違うで佇む人、恋した面影に似ているわ、黄昏のイルミネーションショーウィンドウ映してる青春を、月夜にコラソン、時が流れてもときめきは眠らない、命のカルメン今も咲いています。忘れじの街角、よそ行き顔で振り向いても、やっぱり隠せない情熱は、夕闇のファシネーション、心地よいざわめきが呼んでいる、月夜にコラソン、胸を踊らせる懐かしいリズムなの、もっとアモーレ粋な夢を見ましょう、とこしえにセニョリータ浅草でご一緒させていただいた時に、はい、うん、こう振り付きで、はい、そうですね、ね、やってらして、はい、素敵です、可愛かったです。 ありがとうございます。この曲もともとはね、ひとみさんという方が歌ってまして、うん、76歳です。70代の時にレコーディングをしたっていう歌手で、まあ、でももともとジャズ歌手とかね、うんうんうん、やられていたんでしょうけど、うんうんうん、その方の曲をカバーで歌ってるんですよ、私。あ、そうですか。はい、素敵。ダムのカラオケにも入ってるみたいで、ぜひ歌ってみてください。ご自分で作曲、どっちですか、作曲両方やるんですか。作詞作曲やってますけど、ヒット曲は作曲が多いですかね。作曲が多いや、そうですか。うん、はい、どんな曲を。そうですね、いつもあの師匠にお世話になってます、はい、ドラミちゃんって、清美ちゃんのね、はい、そうですね、うん、間野清美さんのね、歌ってる人が好きという曲を作詞と作曲担当させていただいてます。大したもんだね。素敵ですね。はい、わかりました。ありがとうございました。そしてお隣、はい、はい、
しほりちゃん、東しほりちゃんです。はい、はい、東しほりです、ね、お酒は飲まれますか、はい、お酒私福島なんですけど、うん、強そうに見えるんですけど全く飲めないんです。あら、何、うん、あら、そうなんです。何飲んでんの、じゃ水ですか、ね、丈夫水ですかね。うちもともと井戸屋だったんですよ。井戸掘りの、あの隣いるおばの父ですよね、私のおじいちゃんから始まって、はい、うちの父もそういう中だから水に関するその仕事をしてたもんですから。なるほど。水には詳しい、詳しいっていうか、こだわります。うるさい、うるさい、うるさい。今井戸を掘るしてもお金相当かかるでしょ、ね、そうです。今もう手掘りはなほとんどないと思います。ボーリングでね、え、すごいですよね。だ、温泉なんかすごいですもんね、あの掘るのに ね、 そうですね。何億ってかかるんだもんね、あれ。もう何十メーターですよね、何十メーターだもんね。水道も同じですね、もしも井戸を掘るにはね。そうですね、そういう仕事になってんだ。美味しいお水を飲んで育ったから綺麗なんですね。なるほど、綺麗だよ、福島県。ありがとうございます。悪いけど福島県だよ。そうよね、福島の人綺麗よね。綺麗だよ。福島県っていうとね、もういつ頃から年中こう東京に来て遊んでこう帰る、遊んでついで、ね、打ち合わせで。もうなんか小さい頃、小学生の頃から、うん、おばあのところへはしょっちゅう来てました、うんうんうん、でそうですね、学生の時もそうですし、そう、こっちにいる時も、横浜にいる時長かったんですけど、その時もなんか東京におじとおばがたくさんいるんですよ、うん、父と母の兄弟がほとんどなんか東京にいて、もうところがなんか江東区ばっかり行ってました、ね、ああそうでしたか、はい、で今でももう母が亡くなった後も、うん、もう母のように、はい、おじとおばに、父とおばに、あの踊りをなさるの、じゃあしおりさんは。私はできないんですけどあの私の歌に振りをつけていただいて、うん、ああそうか、はい、そういう風 ね、 うね、もう全曲、楽曲全部そうですね、十何曲あるんですけど、うん、もうすべて振りが、うん、細川流の振りがついて、細川流で踊ってくださってんだね、はい、さあ今日はどんな歌を歌いますか、じゃあ。はい、これも振りをつけていただいてるんですけど、うん、あ、そうですか。一人酒という歌なんですけど、昨年出させていただいて、はい、もう1年経つんですけども。そうですか。はい、で今回11月の26日に、うん、細川流の宗家、細川地方の三回忌 と、うん、と細川流民俗舞踊の70周年がぶつかりまして、70周年、はい、でそれを江東区の文化センターで、はい、開催するんですけど、うん、一人酒はおばが踊ってくれます。そして私が、はい、歌わせていただいて、はい、いや、どうぞ皆さん見に行ってくださいね、江東区ですよ。入場無料ですので26日 ね、 、はい、ね、僕たちは木馬亭出てますから、ね、そうですか、ね、残念、いけないのが残念だね。しし、はい、それではね、東しおりさんの歌を聞いていただきましょう。はい、はい、一人酒です。はい、よろしくお願いいたします。
けの力で歌っても心の痛み消えもせず、ただ時だけが涙を抑える心の糸がいつしか切れて溢れてく、あなた恋しい一人ございます、ね、素敵ですね、うん、なんか全く感じが違っちゃうのね。そうですか、ね、そうですか何が違いますか、ね、色っぽくなっちゃう、ね、あ嬉しいですね。なんか色気が足りないっていつも言われちゃうから、ね、どうやって出したらいいのってよくおばにも聞きますけど、なんか出ないんです色気が。あ脱いじゃったらいい、脱いじゃったらそうそういう色気何の色気だか ね、うん、そうですか、そういうことでございます。そうです、ね、やっぱりあの踊りの場合には色気とかいろんなこう手さばきがあるんでしょうね。あります、目線とかね、男踊りと女踊り、あ男踊りがあるんだ、女踊りでね、あの色気でね、女の色気はどうすればいいんですか、ちらっとなよたけに、なよなよに、なよなよ、なよなよ、男はやっぱり切って踊るってスパッと切らないと男にならないみたいですよ。なるほど、なかなか ね、 だってね難しいです、難しいです ね、 で、 すね、でもね26日見に行けないのね、僕たちの仕事だもんね。今度一緒にやりましょうね。そうですね、そうしていただければ、そうです、ぜひ喜んで、うちの家元ももうこの前木馬亭に出していただいて、嬉しいね、ありがとうございます。だからまたチャンスがあれば、うん、はい、ぜひ出てください。よろしくお願いいたします。しおりさんが出ないんです。あら、そうです、そんなことない、今度無理に出さないからね、はい、よろしくお願いします。楽しみにしてます。じゃあ、あんた後ろ忘れてる、忘れてもらいたいから、後ろの人出してる、次私の番なんです、すいません。これやばい、これやばいったね。自分の、ごめんな、あんたのままあんだね。私先にやらせてください。この季節といえばですね、実りの秋でございますので、満作音頭を聞いていただきたいと思います。今も昔も変わらぬ人よ、江戸を支えた心意気、徳川様の登場亭、それそれそれ万作踊り、誘い誘われ踊ろちゃないか、祭りで万作音頭、知らぬ同士が笑顔で踊る、運河に映る姿かな、新鮮海の歴史あり、それそれそれ万作踊り、心寄せ合い踊ろじゃないか、上がる花火で
く女。はい、満作音頭弾いていただきました。はい、満作音頭ね、ご自分で、ね、どうしたの、自分で作曲、私も作曲してるんですね。あら、そうなんですよ。はい、はい、もう覚えやすい曲ですよ。自分でしたのって怪しい、ね、いい歌でしたね。ね、花見の時に聞きたいですよね。花見に聞きたいですか。ありがとうございます。なるほど、今残念な花見じゃないからね。いやいやいや、うん、そういうわけじゃないから。はい、ありがとうございます。あ、楽しませていただいて。自分だけ楽しんでね。楽しいね。で、うん、2曲目、うん、に何言ってんだよ。はい、ごめんなさい、もうハマっちゃったよなんか。やだわもう。はい、はい、続きまして、川瀬ゆき子さんに2曲目、後ろじゃなく私がいいんですね。まだまだ取っときます。のメンバー、はい、これ川瀬さんの歌ですか。川瀬さんの歌ですね。なんていう歌ですか。カップリングの曲で、はい、女は鳥じゃないから聴いてください。女は鳥じゃないから、うん、あ、難しい、変わったね、タイトルですね。はい、川瀬さんです。そうしても咎めない、だけど女はバカじゃないから、愛した男にはバカなふりをする。だけど女は花じゃない、何の曲目のそのね、タイトルも面白いけど、曲の流れも面白いですね。ああ、うん、そうですか。あの先輩が作った曲なんですけれども、ご順じゃないのこれは。これはね、違うんですよ。作詞が前田さんで、まあ、なんだっけ、ジャスラックの理事長で、ヒット曲が多い方なんですよ、その方。で、男の人なので、まあ、私は女はあのバカじゃないからって、私はバカじゃないからっていう、あの一番冒頭の作詞なんです、うん、あの詩なんですけど、うん、それってなんか違うかなと思って歌ってたりとかしちゃったりとかして、うん、なるほど、うん、でも男の人ってそうあってもらいたいって願って、うん、きっと書いてるんじゃないかなと。あ、なるほどね、その男の代弁をしてるような曲ですかね、うん、逆にね、うんうんうん、なるほど、そういう感じなんだね、うん、はい、そうですね、ありがとうございました。作曲が松浦由紀さんです、うん、はい、さあ、はい、また千代子さんの歌ですか。いいですか、2曲目、ね、はい、続きまして、美穂ちゃん、はい、あ、美穂ちゃんだ、そうです、ね、こっち見ないんで分かんない、あずま美穂ちゃんですね、うん、はい、夢鏡、はい、お願いします。はい、はい、聞いてください。お願いします。
が来てもあなた奪えない、追えない、忘れない、だから今はこのまま、私よりも大切な人のもとへ帰る、あなたの背を見送る、そのたびに来る来ない、帰らない、返したくない、週末を諦めた女には寂しさだけ待ってる。あずまみほ&杉山ひろえさんの夢鏡聞いていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。みほちゃんはお酒大好きですよね。よくご存知ですね。ワインはどうですか、好きですか。ワインですね、昨夜も飲みましたね。はい、赤でしたね、たっぷりいただきました、はい、昨日ね、昨日の夜は上野広小路亭と寄せ、はい、寄せで僕たちの寄席やったんですけど、2人で司会をやりながら漫才もやったんです。もうすごいですね、うん、どうでしたかね、昨日やったの。どうでしたか、感想は無事に、ね、漫才は、はい、なんとかやらさせていただきましたね、何度も笑いをいただいて、うん、そうですよね、はい、大丈夫だったと思います。どうですか、一致団結したような感じで、そうですね、漫才もやったの、はい、ね、漫才も難しいけどね。難しいですよね、でもよく喋ってました。よく喋ってました。一体感がありますよね。うん、だから初めてにしてはすごく良かった。新鮮味で。ありがとうございます。そうそう、だから漫才っていうのは、こう喋ってるでしょ。それを聞けばいいんです。漫才を聞いて、はい、あ、それはどうするの、例えばこういうふうに言えばいいんだけど、彼女の場合は、うん、あ、いや、入ってきてる。だから、なんだか、あれみたいな、昔の漫才さんみたいな、うまく、そんな感じでやりましたけどね。ずっと喋って、喋りながら、そう、だからもうちょっとゆっくり聞きながら、喋り出したら聞きながら、やればもっともっといいんです。で、それに例えば、寄席っていうところは何をやるどこって言うでしょ、うん、いろんなこと漫才が何だかって言うでしょ、うん、へえ、私初めて、寄席って聞いたわ、うん、寄席鍋ならよく知ってくるけど、例えばそういうふうにこう言ってくれれば、本当はまだあれもいろんなもの入ってんのよ、いろんなとこ言ってくれば違う形になってくるのよ、だからそれがなかったのよ、何か返答してくるかと思ったら、それをゆっくり聞いてればまたそれできてくる、いい面白いとか昨日笑ってたけど、あれもっと面白くなるんですよ、あれ、あのいい喋り方と、すごくいい雰囲気で、やってました昨日ね、良かったと思いますよ、交互期待ですね、次回に、ね、あと舞台も良かったしね、踊りも良かったし、歌も良かったしね、難しいんですよ、小さなところで歌うかと、生で歌うんだから、お客さんが少ないけどね、でそういう時に歌うのはね、なかなか歌いにくいね、わーっと歌えないのよ、結局それで負けちゃうの、音楽にね、だけどなかなか一生懸命やってましてね、だからね、やっぱ大いに漫才やった方がいいなと僕は思ったんだけど、どうでしょうかね、ねえ、やってくださいませ、はいはい、投げちゃったまた千代香さんの歌ですか。どちらの方だ、しほりちゃんですね、あずましほりちゃんですね、はい、はい、しほりちゃんの曲で、はい、よさこいソーラン恋祭りお聴きください。かかつな歌だね。いや、
どさんこかもめに一目惚れ飲みの枕にかがり火揺れて波にたなびく大量気縛れる夜もあなたとならばやれんぞらんほんわりほかほか これでみんな子供たちが踊るんじゃないですか、団体の子供が。子供踊りますね。子供たちじゃなくて、大人が踊るんです。大人珍しいね、それは。大人が踊るのね。このソーランっていうとみんな子供がね、活発にやってますよね。学校でやってますよね。大人がやるんですか。大人がやるんです、今度は。今はもうどこでも大人がやってます、これは。この曲は。おかげさまで。しおりさんの声って、いい声ですね、この歌 は、ね、はありがとうございます。全然違い変わっちゃいますね。全然変わっちゃいますね。うん、本当に変わっちゃう。あ、こういう歌い方もあるんだね。すごい、何食べてたら聞きたいね。美味しいものいっぱい食べてます。綺麗なお水と。あ、なるほど、ね、まあ、おじ今日いないんですけど、うん、おじいがすごいお料理がもう最近ここ何年かすごい得意っていうか得意で得意じゃないですよね、こだわりですかね。もう舞いまな板、舞い包丁、もう築地と、もうネタもあれ、でいつもなんか私行くとごちそうが待ってるんです。昨日もね、リハーサルずっともう午前中からで、連れてってよ、連れてってよ、呼んでくださいね、これから行こうなんて。あ、そう、もう本当に昨日は、昨日何だって、焼き鳥、焼き鳥だったんですけど、もうお肉からこだわって、全部串刺しで焼き方から、地鶏とか。ねえ、なんかすごい美味しかった、美味しかったです。もうすべて美味しいんですけど、お店はやってないの。お店やってないんです。お店はやれないんですよ。人にご馳走するのがうちの主人は好きなので、いただきます。今度行きましょう。行きます行きます。本当にね、ラジオ持って行きましょう。ラジオ持って行きましょう。本当。ぜひぜひ好きなんです。ラジオ持っててね、ラジオ録音して流しましょう。だから今は主婦があちらで。うちの主人、主婦で、私は夫の方で出歩いてます。あ、それはいいわな、たまには。で、毎日ですよ、それは。毎日なんですよ。ああ、そうですか。何でもやってるんですよ。じゃあ、おじさんがお上手なんだ、料理ね、こだわって。昨日は泊まるって言われたもんだから、もう喜んで、あら、いろんなもの作ってあるんですよ、それ。器からこだわる。そうなんです。すべてこだわる。器から。いやー、こだわってんだね。じゃあ、すごい板前さんだね、じゃあね。好きなんですよ、料理。何でも作ります。今度行きましょうね。伺います。みんなで一緒伺います。よろしく言ってくださいね。ぜひぜひ。オーディオタイで参りますから、今度ね。お願いします。お願いします。はい。さて。うん、みっちゃんのお歌です。はい、触覚やみつこさんの歌でいいんですか、流してもらっても。すいませんね、千代田さん、本当にありがとうございます。申し訳ないですね。しおりさんっていつもちょっと聞いていいですか、お着物で歌われるんですか。そうですね、ほとんど。似合いそうですね。ありがとうございます。焼き鳥待ってます。ちょっとごましとかなきゃね。話しときます。はい、それでは聞いてください、女の夢明かり、どうぞ。Thank you.
まざと湯煙飲まれるんですよね。いや飲みすぎちゃってね昨日は広こじででもね塩飲まなかったよね、うん、飲まなかったっ珍しく真面目になったんです私ちょっと健康診断引っかかっちゃったんで少し健康にね、あの気をつけないと7月6月にあのこちらに出られた麻生直子さんが、ね、うん、残念なことになられたので、やっぱりあのそれを見習ってちょっとね、健康にこだわり体に気をつけたいなって思う、今日この頃です。皆さんも、ね、ご健康に気をつけてください。気をつけましょうね。はい、あの方は北千住、そうなんです、地元ですよ、地元のね、川瀬さんも北千住近いんでね。そうですね、足立区、足立区、ね、そうそう、亀有ですね、亀有、亀有りが、ね、そういうわけでね、みんなそうなんです。もうな、うん、なんか今は食べ物っていうとこの鍋なんかは作んないんですか。鍋、あ、鍋、あ、お鍋みたいな、鍋、鍋、お鍋はしないんです。こだわりの鍋、こだわり、うん、こだわりの鍋、私はなんか豆乳鍋が好きです。え、豆乳鍋、はい、豆乳ってどういうふうにするの。豆乳を入れる、野菜とか、ね、そう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 、お魚とか入れて、もう好きなもの何でも、あ、はい、豆乳の中に入れるんですね。豆乳乳乳は1個で、ね、先生乳乳好きだから尿じゃないよ、尿じゃないよ乳じゃないよ、もう乳、女は入らないからね、鍋の中にね、はい、言っときます。女は鍋に入りたいの。そうですか、入りたいんで本当は、本当は入りたい。溺れたい。でもやっぱりこれからは鍋ですよね。やっぱりね、そうですね。ね、寒くなってくる、そうね。なん好きですか。大好きです。鍋。やっぱり冬は鍋ですよね。そうですよね。どんな鍋が好きですか。もう何でも食べますよ。何でも。今日ね、キムチ鍋とかね。ね、辛いの好きです。なんかね、鍋でね、昨日、はい、あのテレビでやってたんですけど、あの。バラ肉あるでしょ、豚の、はいはいはい、バラ鍋っていうのが今流行ってて、バラ肉をバラの花のように形取って、でおしゃれ、ズッキーニもこう薄く切って、あのバラの花みたいに、であと人参とかも綺麗にお花にして、それで鍋をこうぐずぐずやりますよね、で最後に鰹節をパラッとこうかけて、それがバラに舞う蝶々を表してるお鍋が流行ってるんですって。すごいですね。そうなんですよ、それがあの何インスタ映えするということで、そうバラ鍋、ぜひ試してください。バラ鍋、あのおじさんにバラ鍋作ったら、あの皆さん行きますから今晩はね、バラ鍋で、バラ鍋で、バラ鍋、はい、バラ鍋バラバラじゃない。どんな鍋ニューです。えニューです。ニューばっかりだね。もう無理しなくていいよ。いや気遣っちゃった今。好きなのかなと思って。ミオちゃんに聞いてみない。またどんな鍋か。ニューだよ。ミオちゃんニューだよ。師匠見てください。今日メーテルですよ。メーテルだよね。見えてるじゃないよ。みんなが見てるよ。見えてる。あ、だけどね、あの夜中に電話くるんですよ、美穂ちゃんから。そう酔っ払って、そう酔っ払って、お親父こんなような感じするんだから、酔っ払いよ。酔っ払いだよ。酔っ払いの誰って言うと、あのノー酔っ払ってから、うーっと、腹の底から声出して言ってんだけど、酔っ払いよな、親父。どんな鍋が好きなの、ね、どんな鍋が好きなんですか、ね、どんな鍋ですか、やっぱ水炊きですかね。あ、水炊きね、だいたい鶏のですね、鶏の手羽元をまずもう引いてしまって、もうあと野菜入れて、胸じゃないですね、胸じゃないですね、胸肉じゃなくてですね、手羽元ですね。わかりました、はい、そういうのが好きなんだね。そうですね、
あとはタラとかも入れたり、あとは本当カキ入れたいですよね。でも高いから、ね、食いてえな。チジジはこんなちっちゃくなっちゃうんですよね。白子とか入れる。白子。そうなんですね。もうだって沼津。はいはいはい、あの、ね、その辺はもう魚入れるとね。そうです、はい、実は私が送った干物入れちゃダメですよ。あれ、ね、鍋に干物入れちゃダメって。俺干物は入れたことないけど、ね、焼いて食ったんだけど美味しかったな。あれね、あれね、美味しいの、ね、やっぱりね、カニもいいよ。カニも入れるか。これからはね、そういう時期だからね。そうですよね。いっぱい食べたいですよね。食べたいです ね、 ね。体のことを考えるとね。いいですよ、鍋はね。ひろいちゃんは、ね、はい。私はですね、うん、もう毎晩のように湯豆腐だったんですよ。あら、湯豆腐鍋。湯豆腐も食べてないな。それが、そういえば、まあ、父と母の、うん、まあ、家計のね具合もあったのでしょうが、うん、もう開けてもくれても湯豆腐っていう日があって、なぜ湯豆腐ね、よく飽きませんでしたよ ね、 ね、うん、でもそれが今あの私にとってあのこうよくミーコが言うんですけれど、うん、デフネちゃんをしなさいってね、うん、子供に、うん、あの小皿を持ってあの湯豆腐をこうすくうときに、うんうん、あの普通こう湯豆腐でも何でもこうあのすくってきて、うん、こうね、器にボコって入れるじゃないですか、はいはいはい、それをあのお皿をデフネさんにして、あ、こう上手にすくいなさいって、うん、そうなんですよ、うんうん、お豆腐を崩さないように、うん、すくって入れなさいっていうね、そう、すくれるもんね、豆腐がね、うん、そう、入れ方によってはなので、それをね学ばせてくれたのかなってプラスに考えてます。あ、はい、なるほど、お箸の作法とか、そうそう、あるもんね、あの、でもいい鍋のね、うん、経験でした。韓国はほら、お茶碗を持ったらいけないんじゃない、うん、お菓子に置いてご飯食べるとかね、そうそうそう、そうそうそう、そうなんですね、下に置いて食べるんでね、日本は持って食べるんでね、ね、お箸にこうね、うん、持ってね、韓国は違うもんね、下に置いて、置いて、うん、手を出さない、ね、手を出さない、縦膝だしね、縦膝だしね、な、ね、日本は足を開いて食べる、そうだね、日本はそうだよ、そうだよ、そうだよね、そうなんですか、だってあのスカートみたいなの履いてるからね何やろうか構わねえんだよね、島ちょこり、あの島ちょこり着てるからね、またおっぴろげて見せてて分かんないもんな、日本人はすぐ分かるけどね、いや、まあ、変なことになっちゃったんだけどね、ね、ところで何か美穂さんが今日どっか行くって言ったから、どこ行くの今日ですね、うん、渋谷ですね、はい、あの、お祭り、舞の海さんの、うん、ね、舞の海さんの話を聞きね、舞、うん、の海さん、はい、今日何やるの、舞の海さん、トークですね、講師、トークショー、はい、トークさんだ、はい、コマーシャルやってるもんね、あのね、師匠26日ほら木馬亭の宣伝しなくちゃ、あ、そうだね、16日やりますよ、うん、浅草のね、木馬亭で26日やりますから、見に来てください。昨日もひろこじてたくさん来ていただきありがとうございました。よくもあれだけいっぱい来ましたね、盛況です、本当に嬉しいです。26日ともあちらの方の方も26日でね、宣伝してください、よろしくお願いします。ね、江東区文化センターで、江東区文化センターでね、何時からですか、11時開演で、あ、同じだ、11時で同じくらいだな、そうです、ね、そうですか、もう踊りの70周年、はい、すごいですね。川瀬さんは何かやりますか、宣伝は、宣伝ですか、うん、あの毎月、第2木曜日に、第2木曜日、池袋ホットアイズでライブをやってます。おお、時間が19時から、お、7時から始まってんの、はい、ワンマンライブですか、違います、いろいろ、でもレギュラーでもう毎月、ね、毎月やってるので、毎月毎月、ぜひ、あの、来てくださいね、来てください、お願いしますね、池袋か、池袋ね、そうですか、そういうことよね、はい、詳しくは、まあ、川瀬由紀子のネットで調べてください、はい、わかりました、ありがとうございました、ありがとうございました。3660日もあるからね、お別れに聞いてください、さよなら。初めて触れたパソコンで偶然に開いたページ出会いのサイト出会ったあなた
70歳。一本指のキーボードメールが来ました。昨日も今日も13回、明日もきっと13回。一人いるより二人でと、まだまだ3650日もあるからね。過ぎた日は遠い向こうへありました。さようなら。嘘の恋には挫折もしたわ。回り道して時が過ぎ、やっと会えたの真実に二人で咲こうね。心の中に赤いバラ、胸の奥には春の花。もう一度だけ人生を、まだまだ3650日もあるからね。つなぐ手を離さないでね、怖いから守ってね。あなたについて歩いてゆくわ。明日を語る二人です。過ぎた時間も懐かしい、夢か孫か。あれから5年経ちました。長生きしてね約束よ。また始めましょう今日からね。まだまだ3650日も